ダニエル・メイヤーが設計したステレオプリアンプ。ポピュラー・エレクトロニクス1969年5月号に掲載された。ダニエル・ダン・メイヤーはアメリカ合衆国の電気工学者、著述家、実業家である。サウスウェスト・テクニカル・プロダクツ・コーポレーションを設立し、電子工作キットのビジネスを確立させた。彼はテキサス州ニューブローンフェルズで生まれ、サンマルコスで育った。 1957年にサウスウェストテキサス州立大学で数学と物理学の学士号を取得した。大学卒業後、サンアントニオに移り住み、サウスウェストリサーチインスティチュートの電気工学部門の研究者となった。この頃から彼はホビースト向けの電子工作の記事を書き始めた。初めての記事はエレクトロニクスワールド1960年5月号に、 掲載され、その後、ラジオイコールエレクトロニクス市では1962年10月と11月号の2号を続けて、表紙記事となった。ポピュラーエレクトロニクス1963年3月号では、彼が設計した超音波調子装置が表紙を飾った。彼が設計した電子工作では、プリント基板や一般の電子部品店では手に入らない特殊な部品を必要とすることが多かった。 彼は読者向けにプリント基板や部品の販売を行った。ダンメイヤーはポピュラーエレクトロニクス市の読者向けの回路基板や部品の販売にビジネスチャンスを見出した。1964年1月、彼はサウスウエストリサーチインスティチュートを退職し、電子工作キットの会社ダニエル・ E ・メイヤー・カンパニーを設立した。彼はその後も記事の執筆を続け、 テキサス州サンアントニオの自宅のガレージでキットの通信販売のビジネスを運営していた。1965年までには彼はルーガーナーなどの他の執筆者が設計したキットも取り扱うようになった。1967年にはドンランカスターの IC-67 メータルロケータのキットを販売した。1967年初頭彼は会社を自宅から サンアントニオの約12000平方メートルの敷地に建てた新しい建物に移転した。その年の秋に社名をデマコからサウスウェストテクニカルプロダクツコーポレーションに変更した。雑誌の記事を元にしたキットを販売するというコンセプトはラジオの初期の頃からあったが彼はこのプロセスを完成させた。1967年のポピュラーエレクトロニクス誌には ダンベイヤーの記事が6本、ドン・ランカスターの記事が4本掲載されていた。その年の表紙記事のうち7つは、s w t p c が販売したキットが取り上げられていた。1966年から1971年の間に、s w t p c の執筆者は64本の記事を書き、ポピュラーエレクトロニクス誌で25回表紙を飾った。 サンアントニオエクスプレスニュース紙は1972年11月に SWTPC 社の特集記事を掲載した。それにはメイヤーはゼロから通販ビジネスを始め6年間で100万ドル以上の売り上げを記録するまでになったとある。同社はかつては1700平方メートルの建物から1日に100個のキットを出荷していた。最初の10年間で SWTPC 社で最も人気のあった製品はオーディオキットであり、その次が試験用機器だった。音楽に同期して色のついたライトやストロボライトを点滅させるカラーオルワンなど1970年代の代表的な製品もあった。ダンメイヤーは超低層五辺超歪みオーディオパーアンプのシリーズタイガースを開発し、その多くは今日でも使用されている。 ドン・ランカスターは当時の最新技術を使用した重心、数読み出しカウンターとデジタル電圧計を開発した。1975年半ば、ダンメイヤーは同社のエンジニアの一人であるゲリー・ケイに MC6800 のデザインキットをベースにしたコンピュータの設計を依頼した。このコンピュータは同年11月に初出荷された。1976年6月、 SWTPC 社はデータストレージ用の AC-30 カセットインターフェースと PR-40 プリンターを発表した。これにより約1500ドルでコンピュータシステム一式を購入することができるようになった。初期のホビースト向けのコンピュータメーカーの多くはビジネスの運営方法を知らないエンジニアによって設立され、そのほとんどは1年程度で廃業してしまった。 そんな中で SWTPC 社は10年以上にわたってきっとビジネスで成功していたため実際に動作するコンピュータ製品を提供することができた。1977年にはフロッピーディスクシステムフル機能の端末多くの周辺機器が追加された。同社のコンピュータのバス構造は SS-50 バスと呼ばれすぐに他の多くのメンバーが SS-50 用のアドインカードやこのバスを使用したコンピュータを製造するようになった。1979年に SWTPC 社は MC6809 をベースにした新製品を発表した。同社は1980年代半ばまでコンピュータを製造していた。その頃には IBM PC がパーソナルコンピュータの世界を支配しており、SWTPC 社は ボスシステムにシフトした。ありがとうございます。